向井源氏は、滋賀県長浜市高月町道元寺にある新州、大谷派の寺院。三号は、十院山。国宝の十一面観音像を有することで知られる。観音像は当時に属する道元寺観音堂に安置されている。大海河軍史諸州の自伝によれば、天平八年、当時、都に放送が流行したので、聖武天皇は大朝に、 女祭祈祷を命じたという。大長は十一面観世音を掘り、光願寺を混流し即祭延命、万民部落の祈祷を行い、その後憂霊は絶たれたという。その後病除けの霊言新たかな観音像として、信仰されるようになった。延暦九年、比叡山延暦寺の開祖である最長が、直を報じて七動画欄を混流したという。元気元年、浅い。 織田の戦火のために、道具は消失した。しかし、観音を熱く信仰する住職匠園や、近隣の住民は、観世音を土中に埋蔵して、難を逃れたという。この後、匠園は、浄土新州に改修し、光願寺を廃寺とし、向井源寺を建立した。明治21年、宮内省全国宝物取調べ局の久喜流一らが、 当時の十一面観音像を調査し、日本屈指の冷蔵と称賛した。古社寺保存法に基づく日本で、最初の国宝指定は、明治30年12月28日付で行われたが、この時、この十一面観音像も国宝に指定された。国宝指定時の内務省告示における十一面観音像の所有者名は、観音堂となっている。 向井源氏が属する新州では、阿弥陀如来以外の仏を本堂に祀ることを認めていないが、この十一面観音像については、向井源氏飛び地形大観音堂に祀るということで、本山から許可された。大正十四年には、平安時代建築の様式を取り入れた観音堂が再建された。昭和十七年には、宗教団体法の規定に基づき、 向井源氏飛び地形大観音堂は、正式に向井源氏の所属となった。十一面観音像が文化財保護法に基づく国宝に指定されたのは昭和28年のことである。同年より十一面観音像と大蔵大日如来座像は、高槻町国宝維持保存協賛会の理事が毎日交代で維持管理に当たっている。十一面観音立像国宝。 向井源氏に属する観音堂に安置されていた像で、1974年に収蔵庫の寺雲閣が完成してからはそちらへ移されている。自伝では、体調作とされるが、像様に密教思想の影響が見られることから、実際の制作年代は、平安初期、西暦では旧世紀とされている。造工は194センチメートル、紐木材の一目調である。 象は、レンゲ座上に左足をし足し、右足を遊脚として立ち、腰を心持ち左にひねる。右腕は手のひらを正面に向け、腰を伸ばして体側に、追加し、左腕は肘を曲げ、胸の高さで持ち物を取る。頭上面、天眼台上正面の毛物、両、手首から先、持ち物、胸飾りをそれぞれ別材とするかは、大座れ肉ぶと、 低油リブまで含め一材から掘り出される。別材剥ぎ付け部分の打ち毛物、両、手首から先、持ち物は候補である。頭髪部の造形にはキクソウルシを併用している。造表面は、彩色、金箔等を施さない、素地仕上げとし、体部は、背面から、打ち粉を行っており、背部に、上下二段に外反を当てる。図像的には、 頭上面を大ぶりに表すこと、本面の左右に大きく二面を表すこと、頂上面を仏面でなく、菩薩型とすることなどに特色がある。十一面観音像は、菩薩面三、真怒り面三、釘上で面三、対象面一、頂上仏面一の、計十一面を頭上に表すのが、一般的であるが、本像の場合は、本面の左右に、 新怒り面と区下上で面を大きく表し、天眼大城には、菩薩面、新怒り面、区下上で面を、各二面、背面に対象面を表す。頂上面は、他の十一面観音像では羅髪を持つ如来型と、するのが、一般的であるが、本像の頂上面は田草を言い、ご地方観をいただく菩薩型とする。頂上面以外の頭上面は、田草正面に、 仏座像を表す。鼓同式耳という太鼓の銅のような形の耳飾りをつけ、天眼台から垂れる飾り紐が前腕部まで達するほど長いのも特色である。金星の取れた体育、胸部や大腿部の豊かな肉取り、腰をひねり片足を遊ばせた体勢などにインドや西域の風が伺われる。文学作品や映画などにも取り上げられた日本における。 観音像の代表作として、著名な作品である。東宝映画、幻の湖で、主人公が観音像を拝観する場面がある。伊加群道願寺村、南富永村道願寺ピアニッシモ、56から61、明治30年内務省国時第88号、明治30年内務省国時第88号、文部省宗教局保存下編国宝目録、 1940P197 ハットピアニッシも56から61ピアニッシも56から61昭和27年文化財保護委員会発行の重要文化財目録美術工芸品編では11面観音像の所有者は向井源氏となっている本像の所有者である向井源氏の本堂は観音堂とはやや離れた位置に所在する 明治30年の旧国宝指定当時には、観音像の所有者名義は、向井源氏ではなく、観音堂となっていた。日本古事美術全集25国山寺と大見の古事、P139、週刊朝日百科、日本の国宝79号、ピアニッシも8から270から8から271。ありがとうございます。